ああ、ちょっと試合の入りっていうのは、ちょっとこういうペースに握られたところあったんですけど、まあ、そこからしっかりと、まあ、自分たちのやりたいディフェンス、まあ、オフェンスっていうところを修正できた、まあ、前半だったかなと思います。まあ、後半に関しても、まあ、いい時間帯っていうのは、まあ、あったんですけど、まあ、やっぱ勝負どころで、疲労だったりなんだったりで、ちょっと集中力が欠けた部分っていうのは、やっぱ、まあ、見られてしまったので、そうですね、やっぱりこう40分通して、まあ、すごいハードなんですけど、40分通して、やっぱりこう集中。高いハードワークっていうのを、やっぱりやっていかないと勝利はつかめないのかなっていうのは、ありました。まあ、ただそこは別に選手たちが全然ハードワークしてないとかそういうわけじゃないと